お金ちゃんと節約せんたかんのやって。はい、というわけでどうもかっちゃんねるのカズでございます。暑い暑いわ。私散財家という、そういった側面もあるんですけども、節約家という側面もあるんですよね。皆さんも節約とかいろいろされているかと思います。いや本当に大事、絞るとこをちゃんと絞ってかんとあかんのです。ほんで自分は散財家っていうね側面もあるから、あとは事業家、かっこよくと事業家、代表ね、社長さんっていうそういった側面もあるから、使うとこはしっかり使って、ほんで絞るとこはしっかりと絞ってかんとあかんしっていうことで、今年の目標節約、ズバリ節約です。はい。ただ昨年と一昨年ぐらいから結構いろいろやってはいるんですけど、例えば生命保険とかさ、自分のねリスク強度に応じてね適切なものね入っておく、ね、これすごい大事ですよね。ちなみに私は人生で一度も、生命保険の方は入ったことがございませんでして、今後もそれは自分の貯金とかそこら辺のリスク強度でいらんなと、いるのは火災保険と自動車保険ぐらいで行こうかなと思っております。保険に関してはね、ほんでスマートフォンね、どうしてますか、スマホの通信費、それぞれのリスクに応じて契約状況を変えていくっていう類でいいんかと思うんですけど、私出張おかげさまっていうのも変ですけど、もうほとんどなくなりました。お外で電話使うことほとんどないです。はい。なのでこちらですね、はい、いろいろ書いておりまして、こちら楽天モバイルの方、1ギガまでだったら0円です。1ギガから3ギガがだいたい1000円ぐらいでございます。基本的に0円で、運営できております。でこちらですね、こちらの方はやっぱリアルの速さとか速度必要になるね、ほんで格安シムだと12時から1時の間とかすごい速度落ちることがある、それだと困ることもある、だから直属の格安シムみたいな形で、私は LINE もの、3ギガバイトプランを契約しております。だから月々1000円ぐらいで済みます。だから今のところ2台合わせて月々、1000円で収まっております。そんな感じで月々のまず見直すべきは、固定費ですね。月々の固定費、そこの見直しから始めていくのでございます。はい。なんか難しいとか言ってもね、意外と簡単だから、調べればすぐ終わるから、 YouTube で調べるとなおさら分かりやすく説明されてるから、ぜひ見てみてください。使うところはねしっかりと使って、やっぱポイントはね続けれる節約っていうのがポイントだからね。だからもう無理してストレス溜まったらやっぱ爆発したいからさ、自分の皆さんのストレスにね気持ちの良いストレス加減ってあると思うんですよ、節約の。それでやっててください。ほんで今回ですね、楽天経済研に私も少し入っております。ただまだまだ初心者でもございますので、皆さんからのご指摘もいろいろあるかと思うんですけども、楽天経済研すごいなと。今どんどん解約とかしてポイントとか少なくなってね、離れてく人もいるとか聞くけど、ちょっと入ってみたら、いやいやまだまだすごいじゃないかと。しっかりとね、自分の許容できる範囲はしゃぶり尽くらす、しゃべり、うん、しゃべ、うん、しゃぶり尽くさせていただこうかと思っておりますのでね。はい。本日はそちら行ってみましょう。ほんで本日今撮影してるのが1月の25日、0と5がつく日はそうです、ポイント倍率がちょっと上がるんですよね。そしてプレミアカードだったっけ、年会費、1万いくらの、カードだったかな、そちらに入ってる方ね、火曜と木曜のプランにしてる方はねですね、またこれ1倍増えます。だから普段より2倍ポイントがついてくるんですね、2倍分。そして今なんとお買い物マラソンたるものも始まりました。もう私この存在全然わからなくて、あ、すごい大切なんだということを痛感しております。はい。そしてふるさと納税もこれ掛け合わすことができるんです。だからやったことない方、ぜひこの機会に試してみてください。で今回私が買ったものもね、概要欄の方にリンク、アフィリンク置いてありますので、ぜひそちらからチェックのほどよろしくお願いします。はい、というわけで早速行ってみましょう。さあ、そんで何がポイント何倍だとかね、もうよくわからん方もいらっしゃるから、ちょっと初心者ではございますけども、簡単に紹介させていただきます。あなたの合計ポイント数は今 9.5 倍、バカでしょと思うでしょ。100円買ったら10円分ぐらい今ついてくるのよ。いやバカでしょって思うし、ポイント10倍、しかもこのお買い物マラソンの時はもっと上がっていくからね。いやもう頭おかしいわって思うようなものでございます。だからそんなもんどんどん解約、どんどん悪くなっていくわっていう状況は出来上がっていくんだ
だけども、バカ、そりゃそう解約されるわっていう。なので一番リスクの少ないやつ、いきましょう。楽天会員であれば1倍ついていきますということで、アカウント持ってれば1倍ついていきます。はい、ここいけますね。で、楽天モバイルね、最近 eSIM とかもあるので、タダで使える分も今まだあるかな、うん、あ、タダで、ね、1ギガまでタダで使える期間もございますので、これも入れておきましょうね。そんだけでもポイント2倍分いただけます。さあ、ほんでこの横の方を見ておくと、プレミアムカード、これが結構大きくて、これ有料のやつだと4倍になるんですけど、普通のクレジットカードね、無料で作れるやつ、それでも2倍ついてくるというわけでございますよ。これもやっておきましょう。ほんで次、楽天銀行プラス楽天カード、引き落とし先を楽天銀行にするんですよね。楽天銀行のアカウント作ってさ、それだけで1倍ついてきます。他はやってるのは楽天証券ですね。はい、ポイントでちょっと投資とかしとくと、これの倍率も1倍ついてくる。まあそんなとこでございますかね。あとは楽天アプリね、これをインストールして、これでお買い物するだけで 0.5 倍ついてくる。まあそんなところ、そんなところ全部合算すると、8.5倍分くるんです。ほんで、まあ、クレジットカードが普通でも 6.5 倍分つくんです。そっからお買い物マラソンっていうものがやってきて、こちらですね。ほんで、これ注意ポイントとしては、エントリーする必要がある。それだけはお忘れなく、エントリーだけはする必要がございます。ほんで今1店舗で購入したので、プラス1倍、くっついてきて、ポイント最大10倍ってなるけど、これ多分1引くから9倍分ね、いつもよりも多くつくというもので、はい、早速お買い物していきましょう。ほんでいやいや、何も買うもんや得意ないんだよなーっていう方でも、はい、ふるさと納税ってものがあるじゃん。はい、皆さんも大体の人は数万規模で使えるはず。ほんで、まあ楽天の方とか他のとこでもシミュレーションっていうのがあるので、実際金額入れていくらぐらいまで使えるのかなとか一回計算してみてくださいね。大体それの、私はギリギリまで使うことはしないからね、ちょっとなんかいろんな誤算があるかもしれないから、大体 10% ぐらい引いて使っております。はい、ほんで、まあ、じゃじゃーんとこんな感じになるんですけど、例えば年収が400万だったら4万2000円ぐらい使える。ほんで例えば、そんな年収800万までいくと、なんかね、この金額感っていうのがこうグワーンとグーって途中まで1点ぐらいで上がるんだけど、こうグワーンって上がっていくんですよ。多分累進課税とかそこら辺のやつがかかってくるのかな。地方税とかもいっぱいね、なんかいくら以上になると結構額がね大きくなってくるのよ。そこの金額のやつだからね、これ確か。だから収入が多い人はね、それなりにいっぱい支払ってるということです。2500万の人84万9000円使えます。ただうわいいな、めちゃくちゃいいなって思うでしょ。それ以上にめちゃめちゃ税金多い大きいの、高額納税者は。おつです、本当支えられてきてます、ありがとうございますということで、はい、まあここら辺見るとね、こういった一覧が見れますので、ぜひ見てみてください。まあというわけで、早速ふるさと納税何買うのかちょっと見ていきましょうか。ほんでポイントの上がり方もね、わかると思うんですよ。さあというわけで、検索欄でふるさとスペース、例えばエビでやるとね、多分出てくると思うんだ。福井県のエビが出てくると思うんだ。あれ出てこない、出てこない。あ、出てきてますね、福井県のエビも。はいはい。ほんでこのね、堺市のエビ、これうまいからね。私の動画でもちょこちょこで、これうまいからね。ほんでいやいやいやと、今回1万2000円分ですか。いやいや、もうちょっと安いやつもあるんです。あ、ちなみにこの五島水産も自分行ってきたからね、いい人なんすよみんな。1万円までのおすすめということでありました、6000円のやつ。さあこちらで行こうと思うんですけど、内訳を見てください。今回、なんかいろんなポイントが溜まってて、はい、上から見ていくと、なんと6000円のものを購入して701ポイントです。内訳はこうなっております。はい、すごいね、こんだけポイントが、こんだけポイントが溜まってくるっていう、いやー鬼だわっていう。で、まずポチっていきます。そんで堺市のやつはね、見てカズさん見て、何を見て知ったかみたいなのあるから、はい、ぜひカズさんの動画を見て魅力を感じた、かっこ楽天ポイントにみたいな、はい、こういう手続きしましょうほんでこの楽天のめんどくせえなっていうのは、このやたらメール送ってくる、もうこれだけはねマジめんどくさい。はい、一番下の方に全てを解除するってあるからね、購入するときに。はい、これで確定する。
はい、まあ、とな感じで注文完了でございます。6,000円、あ、たっけえなと思うけども、ふるさと納税って2000円分の自己負担で済むから、何個買っても2000円です。もう10万円、100万円分使っても2000円だけの自己負担で済む。で、来年以降の地方税のやつがね、安くね、減額されるっていう感じだったかな、確か。うん、そんな感じで使えます。だからある程度そのね、税金を納めになってる人はふるさと納税使える額が大きいので、こういったマラソンの時にガーンと使ってしまうとかなりお得に使えるし、まあ、今回だとこのバルセロナ初勝利とかいろんなことも積み重なって、特にねポイントが大きかったんですよ。だから自分5万円使えるんだけどどうしようかなっていう時に、一気にねこれで使っちゃうっていうのも一つの戦法でございます。さあ、他何買っていこうか。さあ、ふるさと納税のキムチセットある。あるなあこれ。やっぱすげえ量のキムチ届くな、これ。キムチエリちゃんが食べたいとか言ってたからさ、1キロのキムチもいいけどな、5000円で1キロのキムチいいよねこれ。あ、でもいろんなのが試せる。山梨のこれいきますか。はい、そんで5000円のやつを購入して、次は700ポイントぐらい、ほらショップ買い回り分が増えてるんですよ、2倍に。はい、これでいきます。しっかりとメルマガをキャンセルして注文確定。はい、次は鍋セットね。これあんこう鍋とかいろんなものがあるんですよ、これ。何今日、鴨とかもいいよね。どこにしよう、これみんなが住んでる地域のやつもね絶対にあるはず。いや、何食べようかな、決めた。これ牛もつ鍋。はい、またポイントが上がってきてます。1万円分購入すると次 13.5 倍で、はい、内訳こうなってます。ショップ買い回りポイントがどんどん増えていく。1471ポイント。はいはい、必ず忘れずに。後で解除することもできるけど、メルマガは解除して注文確定、ポチッ、 OK。さあ、次は普段の食卓の補助的なものになる野菜とかお肉、いろんなものもね、もちろんふるさと納税であるんですよ。ほんでやっぱ一般的には牛肉とかすごい人気があると思うんですけども、鶏肉やっぱこれね脂肪分も少ないし、何よりある程度量がある。そんなわけでデレーンとね、いろんなとこありますね。実は先日、ふるさと納税でハーブドリってやつ、これ注文させていただきました。めちゃくちゃ美味しい。4キロ分ですよ、4キロ分来ました。めちゃくちゃ美味しかったこれ。ほんで、めんどくさがりのあなた、画面の前のあなた、こういった感じで6ヶ月定期的に送ってきますよっていうパックもあるのでね、そういうのも利用するといいと思うんですけど、どうせならちょっと違うとこにしようかな。わーおー、タレ付き鶏のたたき、うわーお、お酒のつまみに、普段のまんけどお酒は、うわーお、たたき、こんなもんもあんのか、これいこう。こちらはどこのだ、宮崎、おー、ザキ宮さんか。宮崎よね、行きたいよね、食べ物美味しいよね、宮崎美味しいよね、行こう。ちなみにまたポイントが増えて、次、1万円買って、1671ポイントなんかポイントの上がり方が増えてねえかっていうのは、このショップ買い回りのやつ見ると、この前の分のやつにもね、ポイントがついてくるんですよね。だから一番最初の買い物の時1倍プラスだったじゃん。でもこれ4つ目とか5つ目とかだからさ、残りの4倍とかもつけとくよ前のやつに、みたいな、そういったのだから、最初に高いね、安いもん買ってから後で高額にするとか、そういった必要性はないんです。後でしっかりと前に買ったやつも遡ってポイントがついてくるんです。はい、すごい、1600ポイントです。OK。ちなみに現在は、5つのショップで購入してるみたいでございますね。5つのショップで。ほんで上限がこれ7000ポイントまで。ね、昔より下がっちゃったんですけどもね、去年知りたかったこれ。こういう感じになってるみたいでございます。あと何にしよう。次はホッケです。もうタンパク質の塊。国産、北海道産のホッケ。これいきましょう。ポイントがまた増えまして、1871ポイント。もうね、今2割近く、後半になってくるとポイントがいっぱいいろいろついてるから2割近くになってきました。あとはちょっと先日お世話になったね、はい、谷口屋のふるさと納税厚揚げです。お、キャンプ部で前食べてたのわかる、あれです。これもふるさと納税対応ということで、5000円のやつがあるから、これでいこうか。2枚食べ比べセット、いや、これがね、もう鉄板とかフライパンで焼いてね、魚焼きグリルでも焼いて塩つけて食べるとめちゃくちゃうまい。これも行きましょう。あ、ちなみに自分の住んでる市は対象外になるから気をつけてね。自分の住んでる市じゃないところでふるさと納税をするってのがポイントになってます。今回はお揚げ2枚、はい、
こちらがついてくるということで、食べ比べセット、これ同じ店舗になるのかな、これ同じ店舗かな、6倍どうなんだろう、同じ堺市の買い物してるからね、エビこれどうなんだろうね。お、6店舗に増えてるっていうことは大丈夫か。はい、まあという感じで注文が、まあ完了いたしました。いかがだったでしょうか。これで多分今のざっとね、ぐちゃぐちゃ合わせると、どんぐらいポイントついたのかな、多分1万何千ポイントぐらいついてきたんじゃないのかなと思います。ただちょっとここで注意すべき点として、これ期間限定ポイントっていうもので使えるものがあって、上の方ちょっとね、この期間限定ポイント11,556っていうあるじゃないですか。だいたいこれ1ヶ月2ヶ月内に使わないといけませんよっていうポイントなんですよ。だからこれをきれいに使わないと失効してポイントがなくなるので、そこはご注意ください。ほんでその期間限定ポイントどこで使うのかというと、もちろんこの楽天市場で使うこともできるんだけども、ちょっとね、調べると分かるポイント減っちゃうっていうこともあるので、楽天ペイってやつあるでしょ、一部のスーパーで使えることもあるし、コンビニとかでもね対応してるから、そこら辺で使っていくといい感じに消化できるんじゃないのかなという感じで、はい、私の方では消化しております。はい、まあ今回私初心者ということもあり、なんか間違いもあるかもしれませんけども、コメント欄の方でちょっと補足などあったらぜひ書いてみてください。はい、ほんで期間限定ポイントこういうところで使ってるよという方いたらね、ぜひ参考までに書いてくださると他の方の参考になるんじゃないのかなと思います。はい、まあこんな感じで今年はですね、節約するとこはしっかりと節約ね、ポイントもらえるとこはしっかりポイントもらって節約し、使うところはしっかりと使うみたいな感じでね、これを節約生活というのかわからんけど、こうすることでポイントで支払ってたまに贅沢することもできるからね、楽しいんですよ。あとポイント貯めるのもやっぱ楽しいんですよ。はい、無理せずストレスなく貯めるってなるとやっぱね、楽天ポイントすごい、楽ではございました。というわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。